のパワー飯はすき焼き。いただきます。いただきます。名門上昇学園の2年生為房幸之助くん。いけいけ、おいしいです。何が好き？あ、さくら君。何が好きやねん。お肉っす。家族で一つの鍋を囲み、お肉を頬張る。この瞬間が大好き。作るのは母の佳代さん。1.5キロ。お肉は山盛り。このほとんどを子供3人でペロリ。タンパク質ちゃんと取れるようにとかはいつも思います。野菜もお鍋とかやったら食べてくれるけど、なかなか他のでは食べない時が多いんで、すき焼きとかにはいっぱい入れようと思う。いっぱい食べて大きくなってほしい。すき焼きが大好きな為房一家、実はすごいアスリート家族なんです。父の健二さんは上昇学園 OB で花園ベスト4。長男の小太郎さんは中学時代にレスリングで全国準優勝。今はブラジリアン柔術の選手です。明治大学ラグビー部の次男慶次郎さんも上昇学園 OB。 3年生の時はキャプテンを務めました。さらに妹のさくらさん、小学校6年生でなんと身長175センチ。男の子に混じりラグビー選手として大活躍しています。2年生でチームの司令塔を任される幸之助くん、目指すはもちろん優勝っす。来ます。言ってるんですけど、やっぱり優勝してほしいですよね。多分気分いいやろうなと思って。悲願達成のためパワー飯のすき焼きに加えて、自宅にはとっておきの部屋があるんです。ここがあのみんながトレーニングするトレーニングルームになってます。まあ、あの存分にトレーニングできるように、もうあのジムに通わなくてもいいように、プレートだけでも3トンぐらいありますんで。自宅の駐車場を改装して超本格的な筋トレルームに。そんな父の愛情もたっぷり受けて日々鍛え上げる幸之助くん、ベンチプレス100キロも軽々。楽勝。楽勝っす。母のすき焼きと父の筋トレルームで作り上げられた超筋肉質な体を武器に、幸之助くんが為房家悲願の日本一を目指します。